アレッサンドロ・フロレンツィは、イタリア・ローマ出身のサッカー選手。セリエ AAC ・ミラン所属。イタリア代表。ポジションは DF ・ MF。AS ・ローマのユースチームでキャリアをスタートさせ、2010年にトップチーム昇格した。2011年5月22日、UC サンプドリア戦で、フランチェスコ・トッキとの交代途中出場で、セリエ A デビューを果たした。 2011年7月26日にセリエ B の FC 黒トーネにレンタル移籍。ここで35試合に出場し11得点を記録し、セリエ B の最優秀若手選手に選ばれた。2012から13シーズンからはローマに復帰し、9月2日の第2節インテル戦でセリエ A 初先発、初得点を記録。ローマには、 イタリアのサッカー選手の最低賃金である年俸3万ユーロで復帰していたが、開幕からの活躍を受け10月3日には、ローマと新たに4年契約を結んだ。2016年10月26日、セリエーサスオーロ戦に出場するも、左膝前十字人体を断裂する怪我を負った。その怪我からの復帰を目指していた2017年2月に、 再び左膝十字人体断裂した。2020年1月30日、バレンシア CEF にレンタル移籍した。2020年9月11日、パリ・サンジェルマン FC に買取オプション付きでレンタル移籍した。2021年8月21日、AC ・ミランに買取オプション付きでレンタル移籍した。イタリア代表として各年代でプレーしている。 2012年11月11日に、チェーザレ・プランデッリにより、フランスとの親善試合に向けたイタリア代表メンバーに選出され代表初招集を受けると、14日のフランス戦で代表デビュー。2013年10月15日のワールドカップ予選、アルメニア戦で代表初得点を挙げた。2016年ユーロ大会に向けたイタリア代表に選出された。2021年、 UEFA ユーロ2020のメンバーに選ばれ、グループステージ初戦に出場したが負傷。その後は負傷の影響で出場できなかったが、決勝のイングランド戦で復帰して、出場、優勝を果たした。2014年9月21日に行われた、カリア・リカル初戦で、追加点を決めた際にスタンドまで駆け上がり、祖母と抱擁を交わした。直後にこの行為で、イエローカードを受けたが、 ローマ監督のリディガルシアや、イタリア代表監督のアントニオコンテから賞賛された。15から16シーズンの UEFA、チャンピオンズリーググループリーグ第一節 FC、バルセロナ戦に55.49メートルの位置から、ロングシュートを決め、話題になった。ありがとうございます。